どうも、葵部長です。はい、今日は11月14日、実は私の母親の誕生日であり、まあ誕生日プレゼントで言ったので、まあいやネットショッピングで買ったんですけど、まあそれは別として、今日千葉県の市川のショッピングモールで、まあ、トイザースに行ったりとかいろんなとこに行って、たまたま、まあ、そのショッピングモールにあの世界一うまいポテチを2つ買ってきたんで紹介していきたいと思います。それでは、じゃん、グッドヘルス、こっちがアボカドオイルポテトチリアンライムと、でこちらがヘルスシーソルトのオリーブオイルです。でこの価格は少し高かったんですよ。でアボカドの方は518円で、このグッドヘルス シーソルトは496円ですね、税込みで。で合計で1014円、なんか高くないですか？普段スーパーとかでとかコンビニで売ってると1000円以内に済むんですけど、今回は結構高いです。しかも世界一美味しいらしいです。早速ですが開けていきましょう。じゃあまずアボカドの匂いから嗅いでいきましょう。なんかちょっと鼻に合わない匂いがする。味はどうかなと。このオリーブオイル塩気がすごいですね。なんか匂い、鼻の匂いはあんまり合わない。早速ですが世界一おいしいポテチを食べていきたいと思います。さあどれだけ世界一美味しいのか食べたいです。ではいただきます。まずはこのシーソルトからいただきましょう。これうまそうだな。いただきます。これはうす塩味がしていて、なんかパリッとした食感が、まあ市販で売っているポテトチップスよりはすごくパリパリしていてとてもうまいですね。そしてということはアボカドオイルポテトいただきます。ちょっと匂いは合わなかった。味はどうかな。まあ普通のポテト。なんかこれね、なんかライムの味がとてもすごくて、塩気もしていて、アボカドオイルってどういうもんだっていう。オイルの匂いたちはそこそこきていますね。あ、アボカドオイルを使用しておりますね。これはね、なんか海外製であって、これ日本のスーパーやいろんなところではなかなか売ってないし、まあどっちかといったら自分的に美味しかったのはこれですかね。グッドヘルスのシーソルト。このシーソルトはあの塩の味がしていて、あとパリ
ポテトチップスの食感がとてもパリパリしていてとてもうまかった。でこちらのアボカドオイルの方はあのライムの匂いがとても強くてあのオイルポテトの味もそこそこはまあ口には来ていてちょっと匂いはあんまり向いてなかった。でもこの2つはすごく美味しかったです。今日11月14日お母さんの誕生日、そして家族のみんなに、残ったものこれを食べてもらい、まあ、楽しい一日を過ごしていきたいなっていうふうに思いました。皆さんもぜひこれ買ってみて食べてみてはいかがでしょうか。まあ世界一美味しいと言ったら自分的には世界一って美味しいってなかなか分からなかったですねまあでもいい食べ物でした。本日もご視聴ありがとうございました。バイ。